オタク惑星すごいね。名刺がなんかかっこよくなってるんですけど、はい、これニューデザインですか？いえいえ、こちらの画家の先生にですね、ほう、今この場でなんと描いていただいた。素晴らしいですね。はい、お名前をお伺いしていいですか？ガガタケと言います。ガガタケ、渋い。絵を描くために生まれてきたような名前ですね。ガガタケ先生、今考えましたいいな。ガガつく有名人、レディーガガしか知らん。え、それガガガハクです。それをパクりました。パクリマクリスティ。うわーすごいなということでね、絵以外にもね、こういうアーティスティックな、これピアスとかイヤリングになるんですね。世界に一つだけですよ。めちゃめちゃいい。可愛いですね。デザインが素晴らしいです。だってさ、この縄文系のデザインとかめちゃくちゃいいと思わない？そうさ、ね、なんかさ、最近さ、若い子たちとかもさ、いろいろさ、自分でさ、ハンドメイドでイヤリングとか作るじゃん、うんうん、このデザインには行き着かんよ、ね、このデザインは素晴らしいと思う。デザイン、これシリーズがあるんです。はい、今言われたと、今の時代にはない、これ化石シリーズと言います。なんと、おまた今考えました、ね、ちょっと待って、いや面白い人が出た。でも動画的には美味しいですよ。いい感じです。そうやって引っかき回してください。ガガガ博ナイスです。いやでも本当、これはペイントされてるんですよね。全部手書きですね。で裏も、裏もね、裏もおそらく、おそらくおそ、あ、違うんです、リバーシブル、そうです、ですね。はい、いや かわいいよ。すごいすごい。これが大ちゃんが欲しいって言ったけど、あ、これは2連と3連で1連です、うん、ノマドくんの予約品だそうです。よかとば持っていかすな、またな、よかとば目つけとらす。すごくいいですね。これもめっちゃいいよね。細かいですね、細工というかね、筆がね。これね、飯食った後のスマイルもらってきてやりました。すごいな、ね、それも今考えたとかじゃないですよね。いや、これ柴田食堂で食べて、しかも柴田食堂じゃん安くていっぱい入ってて美味しいっていう。そういうことです。うわーすごいな、ほんと可愛らしい。これね、これがね、ラストでもうオーダーが張り付いて、はい、オーダーストップしました。あ、もうこれはこのシリーズは制作がもう終わるっていうことなんですね。道楽でやってるのにこんなに似てると思わなかったんで、たまたまインスタとかやったら、こちらの方も、はいはい、21個今日納品したわけです。すごい、21個、あと滋賀県 のギャラリーからも、お、その発注が来てて、で道楽だからとりあえず止めて、今はなんだっけあれ、ハロウィンのかぼちゃを子供たちを作ってます、はい、というわけで、あと限定これだけ、これはもうしばらくは作らんとです、道楽じゃなくて、やったら商売になる。なるほど。で、今買ってもらったのはノマドコーヒーの券を、はい、券をと交換なんです。うん、お金は道楽じゃないでしょ。あ、コーヒー券なら道楽でしょ。あくまで完全芸術品の先生が気が向いた時にやるよっていう。はあ、いや、もうこれやってたら他のができなくなるんで本来の活動は絵の方、なんて言ったかな、 A じゃなくて B かもしれない。どういうこと？親父ギャグ先生が天才すぎるよ。どうしよう、引っ掛けます、ね、ハイパワースペックだよ、俺がボケなきゃ基本的に IQ140、 IQ200 という、おーすげー、ちょっと押されるぞ、俺たちが押されてる。今年上半期で一番面白い動画になるかもこれ使った方がいいです。もし IQ 低かったら IQ60 の IQ300 とか言えば失礼なネタ出た、メモメモみたいなねこれ私のオリジナルギャグ、もちろんですね今度使わせます。でも使っていいんだね、すごいね。まあそういうことで楽しんでおります。うわ、ありがとうございます、はい、ちょっとまたね、新作ができて先生の手が空いたら、うちの団長も革ジャンにね、うん、絵を描いてくださいって。もういつのことになるかわからないし、なくなるかもしれないけど、その話がね、生きてるしないと思いますので先生150歳まで生きてください。いやいや、夜中言うでしょ、うん、美しいものは短命なんだよ、ね、私と一緒だ。
せ許せない許せないですね。僕の見てですね、美男短足って言うんですよ。短命って言ってほしいんだけど、ね、あなたも意外と長生き。そうですか、はい、美男は短い。なんていうのかな、天は二物を与えずって意味ですかね。うん、まあ、天は五物を与えず。悔しい。いや、今回悔しい。アクシーズが落ちるのを阻止できなかった。はい、ということで、ノマドアーティストシリーズでしたね。ありがとうございました。